駒駅に着きましたよ。まあ、あの、車で止まって、あれ、あ、東山駅になるよ、これ。そうなんてことでね、これね、5番、6番ホームが王女方面の方に行くでしたね、生駒線で、向こうの方走ってるのが奈良線なんですよね。生駒駅もまた面白い構造ですからね。こっちはあれなんですね、階段オンリーで、あ、奥にエレベーターがあるんですね。でそこに奈良線が走っとって、なんか走ってるけど、あの奥に走ってるのはまたコスモスクエアになってますよね。緑の電車が来てます。あれはまた地下鉄と直通しとる、学研と必要でしたっけ、っていう風にね、コロコロと分かれてるんですよ。今初めての田中さんも入ったんですけど、で、あれ面白いのが3、4番ホーム、1、2番ホームが学研と必要なんですよね。奈良と三河岡とかなんですけど、こっちとこっちは改札を通らないといけないですよね。独特ですね。なんかね、あの、生駒駅はすっごい覚えてるんですよね。あれなんでなんですよね。何かしら大人の事情があるんでしょうけど、ですからこういうふうに奈良線、生駒線はこっち改札で、京花線はこっちの改札って分かれてるんですよね。改札を乗る改札間違えたらあかんっていうね、面白い構造なんですよね。本当に駅でいうと、まあですから、まあ、実際ターミナルなんですよね。この、生駒線がね、ずっと来てますし、何せこれだけのね、ちょうどね、大きな要になってるっていうのがね、まあターミナルとかは間違いないところなんですけど、さあ、ね、駅で見ると、西大行くとね、このヤギとか、駅名表で見とったらこの生駒ってところはね、結構、幼少感がありますもんね。そういうね、この風が、こっちの方は結構高くなって、横に走ったり出るとこれ分かりやすいですね。センターの動画ってここに横から電気取ってるよね。ここから見ると分かりやすいですね。なかなかあの第3記事をね、横からね、電気を取る、終電してるタイプのやつっていうのは、地下鉄に多いんですよね。これも実際、地下鉄に直通するから、ああいう構造になってるんですけど、そうするとね、なかなか、あれなんですよね、こういう上からね、光の当たるところから見ることって少ないですから、ね、そう、こういうところから見れると貴重ですね。さあ、で、生駒駅のね、渡った商店街があるの。まあ、さすがにこれね、たこ焼き屋さんもやってないやろし、パン屋さんもやっとるかな。なんかね、生駒駅っていうとなんかね、なんかペンギンのマークの、なんか可愛いペンギンのね、パン屋さんがあるんですよね。パン屋さん結構朝早くからやっとるかもしれんからな。ちょっとそこのパンを買ってもいいかもしれません。やってなかったら、とりあえずテーブルカー乗ってきて、戻ってきてから撮影します。さすがに朝日なんてたこ焼き屋さん閉まってますね。これね、こんなもんが走って大きいんですよね。商店街最後にこうぐーっと登ってぐるっと回って、ね、最後にここで食べるってことも多いですけど、さあこの先にね、やばいな、やばいな、生駒の商店街ですね。でね、ここはお菓子屋さん、お菓子屋さんがね、
この時期はね、あれですかね、やっぱ持ちですね。やっぱ丸持ちやな、こっちは。あー、収録すると、これ。あー、しまっとるな。ここに。これね。もうあれか、年末年始休みなのかな。あ、でもね、多分ね、近鉄百貨店の方にもあるんですよ。生駒の、あっちの方に行きたいと思いますか。で、まあここからはね、もう仕事されています。今日は もうこっちは登りませんよ、あのケーブルカー乗りますからね。よっしゃ。で、これここは、ピックス通りっていうんですね。95年ってすごいですよ。5年単位でなんかね、15、25、35って更新してきた感じですから、どうせ、やっぱ100の時はさすがにもう 100で切り替えるんですね。まさか変えずに105年まで粘るってことはないんじゃないですか。そうなんですよね。で、生駒の郵便局がありの、トラブン古書店だね。文化からいいようになりやがった。これでマスだ。なるほどね、マスとね、タンボね。この方もなかなかの坂ですね。よいしょ。よいしょ。お願いします。よいしょ。結構いろんな店があるんですよね、今晩は。よいしょ。ジータイム豆大福とかいちご大福は聞きますけどね、栗大福ってあるんですね。さあ買ってきましたよ、栗大福ね。早速あとでせっかくやから3回食べましょうかね。これで行くよやさん、あのね、なんかすごく老舗な和菓子屋さんなんでしょうけど、中はすごくおしゃれなお店でした ね。レシートもほらなんか和菓子屋さんって感じじゃないですよね。なんか洋菓子屋さんっぽい味ですよね。実際ね、結構どの和菓子もおいしそうでしたけど、これちょっと栗大福が気になりましたんでね、買ってみました。こんなところ鮮魚屋さん、お魚専門店。いやあ、いい子もありますね、いろいろありますね。さあ、で、我々は生駒ですね。こう、これね、生駒ケーブルに乗っていこうってことですね。これね、駅がこっちにあって、そこからスーッて行くと、まあ、あの上の通路につながってるんですけどね。これね、クリーマー駅。これが生駒ケーブルか。これも乗れるんですね。週末フリーパスで。なので、ちょっと乗っていきましょうか。